らっしゃいませ。コーラの L サイズ一つとチーズバーガーを10個。10個？鏡っち冗談でしょ。そうですよ鏡くん、10個で足りるわけないじゃないですか。あ、そっち？あんま一気に頼むと時間かかるし、追加で頼めばいいかと思ってよ。どんだけ食べる気すか。おい、キセ、頼み終わってんならどけよ。ダイちゃん、私の分も一緒に頼んでくれる？うん、金は後で払えよ。分かってるよ。おい、こっちこっち。高尾くん、こんにちは。緑マッチたち早いっすね。集合をかけた本人が遅れてくるとはいい度胸なのだよ、クロコ。一応時間通りなのですが、いつからいたんですか？15分くらい前かな。今日は集まんの、しんちゃんがすげえ楽しみにしててさ。全力でチャリこかされて俺もクタクタよ。嘘をつくな高尾、俺は無理やり連れてこられただけなのだよ。えぇ、ー、おい哲、いきなり呼び出して何しよってんだよ。つか何なんだこのメンツ。皆さん、今日は集まってくださってありがとうございます。それではズバリストバスっすね。このメンバーが揃ったってことはそれしかないっしょ。ストバス？そうではなくて。ああ、確かに 3on3 ならできる人数だな。じゃあ私は審判かな。審判もいいけどよ、たまにお前もやったらどうだ。鏡くん、ちょっと助けてください。おお、お前らちょっとタマ、こいつの話を聞いてやってくれ。さっさと呼び出したわけを言うのだよ。それでは改めて、皆さん、おしゃべりでもしませんか？え？今なんつった？おしゃべり？どういうこと？意味がわからないのだよ。あの黒子っち、おしゃべりするためだけにみんな呼んだの？はい、ファンディスクですから、本編ではできないことがしたいんです。ファンディスク？なんだそれ。ファンディスク、俺なんかこの展開すっげー見覚えあんだけど。なあ黒子、もしかしてまたあれやりてえのか？やりたいじゃなくてやるんですよ鏡くん。ファンディスクですから何をやってもいいんです。いやだからそんな決まりねえからな。では気を取り直して、今日はこのメンバーでウィンターカップの試合を振り返っていこうと思います。なんかすげえ強引に話進めてきたな。不服ではあるが、深く考えても時間の無駄な気がしてきたのだよ。確かにな。まあ実際このメンツで喋るってのもそうそうあるもんじゃねえし、案外面白いかもな。まずはウィンターカップ予選の大一番、僕たち青凛と緑間くんたち修徳高校との試合からです。この試合は僕たち青凛にとって挑戦者ではなく迎え撃つ側として。お前たちに二度負けるなどありえないのだよ。おい緑間、いきなり言葉の首折るんじゃねえ。首折っちゃダメだろ、それ言うなら言葉の先を折るだぜ。この試合、私はキイちゃんと一緒に客席から見たんだよね。結果は引き分けだったけど、本当にどっちが勝ってもおかしくない、すごい戦いだったと思うよ。緑マッチがパス出したのには驚いたっす。あれはまあ正直、マジかって思ったぜ。僕もです。俺も俺も！っておい、なんで相棒のお前まで驚いてんだよ。あ、いや、別にふざけてるわけじゃなくてさ。しんちゃんのパスは、俺らチームメイトにとっても、特別なもんだったってこと。勝つために必要だと思った、それだけのことなのだよ。俺がパスを出します。なのだよ鷹を、やめろ。あれ、なんか賑やかだと思ったらお前らも来てたのか。清先輩、キャプテン伊月先輩、お疲れ様です。え、なんだよこの顔ぶれ。おい帰るぞ伊月。清、え、腹減ったからマジバイ寄ろって言ったのヒューガだろ。こんな面倒そうな連中に巻き込まれたくねえ。キャプテン、帰っちゃうんですか？おわって、クロコ、お前もいたのか。最初に挨拶したんですが。俺も気づかなかった、すまんな。いえ、
慣れてますから。ところで先輩たち、おしゃべりでもしませんか？はあ？ファンディスクだから本編ではできないことがしたいんだ、です。ああ、俺なんかこの展開知ってる気がする。君がな、俺もだ。そうか、前にリコが同じようなこと言ってたな。またやってんのかお前ら。ちょうどいいタイミングでした。桐崎第一との試合の振り返りからです。で、やんのかよ。え、誰だこの金髪。この制服セイリンっすよね。こんな人いたっけ。ヒューガさんでしょ。ああ、言われてみればよくわかったね、ももち。違うのは髪型だけだもん。伊月さんと清さんはそんな変わってないけど、なんかちょっと幼い感じ。1年前の映像ということか。おい、クロコストップ。かける映像間違えました。わざとだろう。まさか。おい、進めんぞクロコ。ウィンターカップ予選決勝リーグ、桐崎第一との試合だ。こいつら覚えてるっすよ。ラフプレーばっかなのに審判が全然ファール取らねえの。審判からは見えねえようにやってんだよ。悔しいけど、花宮の判断力とチームメンバーの統率は完璧だった。それならラフプレーじゃなくバスケで勝負すりゃいいじゃないですか。それはそうなんだが、あいつはそうじゃないんだ。よくわかんねえっす。あんな腐った野郎の気持ちなんてわかるわけねえよ。加賀美くんが拳でやり返すんじゃないかってヒヤヒヤしました。よくこらえたな加賀美。それを言うならお前もだダホ。一人でラフプレー受け止めるとかカッコつけんじゃねえよ。僕たちを守ってくれたことは嬉しかったですけど、無茶しないでください。心配かけて悪かったな。でも俺の方もお前たちにたくさん守ってもらってるんだって気がついた試合だったよ。ありがとうな。あれ、しんちゃんどうしたの。手洗いに行ってくる。トイレ。ああ、俺も行っとくかな。ついでに追加注文もしてこよっと。緑間、高尾、トイレに行っといで。あ、はい。次はウィンターカップの1回戦、東桜学園との試合です。大ちゃん、私たちの番が来たよ。もうちゃんとして、セイリンとの試合の振り返りだよ。んなもん振り返ってどうすんだよ。結果は変わんねえだろ。大事なのは結果だけじゃないでしょ。試合中のことなんぞ覚えてねえよ。ふーん、覚えてないんだ。なんだよ。鉄くん、進めて進めて。どい。僕らにとって東桜戦は夏のインターハイのリベンジマッチでした。まさか初戦からぶつかるとは思わなかったけどな。でも余計なこと考えねえうちに青峰とやれてよかったぜ。大ちゃんも鉄くんたちと当たるって分かった途端、いきなり練習にやる気出し始めちゃって。じゃ、勝手なこと言ってんのよ。さつき、覚えてない人は黙っててください。負けるつもりはもちろんなかったけど、それでもやっぱ東のレベルはすげえって思ったぜ。今吉さんの黒子封じには正直ゾッとしたよ。心を読まれたって感じがしてさ。ああ、今吉さんならそれぐらいできそうだもんな。悟りの妖怪みてえに。妖怪の紹介でバスケしようかい。来たこれ。来てねえよ。妖怪がバスケするなんて厄介だな。お前も乗ってくんな。だって伊月が。青峰っち、鏡っち、ゾーン対決の感想は。感想なんてねえよ。大ちゃん。いや、でも俺もなんかよくわかんねえかも。思い出せんのは青峰とボールの動きばっかで。それだけすごい集中状態だったってことですよね。大ちゃん、すごく楽しそうに見えたよ。まあ、つまんなくはなかったけどな。しんちゃん、追加飲み物だけでいいの？問題ないのだよ。俺、ポテトでかいやつにしたから好きにつまんでいいぜ。ポテトがポテッと落ちた。来てくれ。落ちてませんが。伊月様。ユーガー。順番でいくと次は陽線との試合か。はい、ウィンターカップ準々決勝ですね。清先輩、どうでしたか。え、ああ、陽線か。
なんかみんな大きかったよな。見た目かよ。あっちのキャプテンなんかゴリラみてえだった。お前もか。皆さん、試合の振り返りをお願いしたいんですが。はい。2試合連続無失点だった陽線から初めて得点を決めた鉄くんのシュート、とってもかっこよかったです。ありがとうございます、桃井さん。あのシュートを完成させることができたのは青峰くんのおかげです。大ちゃんも鉄くんの練習に付き合うならそう言ってくれればよかったのに、いきなり買い物すっぽかすんだもん。文句は鉄に言えよ。試合に負けた翌日に任された相手からシュート教えろとか言われるなんて思わねえだろ普通。さすがクロコッチ。でもその新技で紫バラッチから初得点を奪ったんですもんね。あ、そうだ。せっかくだから紫バラッチに電話してみようよ。今ですか？もしもし、紫バラ君。クロチンが電話とか珍しいね。なんかよ、今みんなで集まっておしゃべりをしていたところなのですが、紫原くんは何をしていたんですか？お菓子のストックがなくなっちゃったから今から買い出し行くとこ。君がお菓子を完全に切らすなんて珍しいですね。全部ムロチンのせいだし。ムロチン？ああ、氷室さんですか。達也がどうしたんだよ。なんかアメリカから届いたお菓子全部俺にくれるっつって、超でかい段ボール一箱もらったんだけどさ、ジェリーピーンズとか。ん？うまいじゃないですか、ジェリービーンズ。俺結構好きっすけど。ジェリービーンズばっか5袋ももらっても飽きるし。ああ、しかもアメリカンサイズだから一袋は日本よりでけえな。あと変な色のなんかやばいお菓子。はあ、やばいお菓子ですか。ジェリービーンズの袋に紛れてたけど、あれ絶対仲間じゃねえし。お菓子の仲間ってなんだよ。ムロチンは味は普通だからって言うけど、じゃあ何味って聞いたら首かしげて答えないし、答えらんない味って何なの？オレンジ明太キャラメル味でも一応食べてみる紫バラは躊躇するのか。オレンジ明太キャラメル、何それ気持ち悪い。そもそも化け物並みに菓子食いすぎてんだからちょうどいいじゃねえか。なあ、もう我慢の限界。マユボー食べたい、クッキー食べたい、ポテチ食べたい。電話もういいでしょ、切るよ。日本のお菓子への欲求が深まっただけみたいですね。なあクロコ、試合の振り返りばかりでみんな飽きてきてんじゃねえか。そうですね。では他のおしゃべりをしましょうか。え、まだやんのかよ。だってファンディスクですよ。何をしてもいいんですよ。だから何でも OK とかないから。どうしたんだよクロコ、監督金が移ったのか。監督金って後で怒られんぞ。そうだ、何でも話していいんだったら明石について教えてくれよ。明石くんですか。紫原まで来たら次は明石の話がいいんじゃないか。ファンディスクだし。清先輩まで何言ってんすか。確かにいい考えですね。おい、オフの日の過ごし方を教えてください。馬に乗ってることが多いかな。え、馬？雪丸という名前の白馬なのだよ。奇跡の世代で一番仲のいい人は慎太郎かな。部の役職的にも一緒に過ごす時間が長かった。明石がキャプテンでしんちゃんが副キャプテンだったんだっけ。逆に一番苦手な人は？いない。強いて言うと大輝。あの奔放さゆえ噛み合わないことはたまにある。明石が俺と噛み合うわけねえだろ。中学時代の一番楽しい思い出は？特別一番というものはないが、バスケ部のみんなといる時間は好きだったよ。アカシッチにそう言ってもらえるとなんか嬉しいっすね。バスケ以外で好きなことは？将棋は息抜きによくやる。対戦相手がいてもいなくても楽しめる。将棋もいいけど花札もおすすめだぞ。お前のおすすめは聞いてねえんだよ。好きな女性のタイプは？品のある女性が好きだね。なんか納得しちゃうな。あなたにとってバスケとは？自分を高めるもの。
ご満足いただけたでしょうか。誰に聞いてんだよ。つうか、なんだよ今のコーナー。試合の振り返りよりしっかりまとまってんじゃねえか。うん、なあ、お前もそう思うよな。で、2号、なんでここに。勝手に入ってはダメですよ。相変わらず鉄くんとそっくり。おいでおいで。おお、二号が窒息する。さつき、ちょっと呼ぼうぜ。一人で待たされて飽きちまったのか。それならこれからワンオンワンでもしに行くか。あ、青峰っちとワンオンワン。それなら俺も行きたいっす。俺も行くぞ、ワンオンワン。どワンワンとワンオンワン来てくれ。なんだかワンコがいっぱいいるみたいだな。しんちゃん、リアカーにマーキングされてるぜ。このバカ犬、青峰貸すのだよ。緑間くん、許してあげてください。同じ顔で見るんじゃないのだよ。